これがオーバーハンドでバックテール。さあオーバーハング、ここはフロントロック。下っていく、反対側オーバーハングのフロントサイディング。おー、止まればいい。さあ JT から今度は方向を変えて、もう一度オーバーハング、今度はスイッチティー。出ていく、寺内海瀬選手。さあこれは綺麗。おーっといいですね。なんすか、いっちゃうすか。さあ半端ないぞ。さあトゲノが動き出しました。まずはトップバッター、キッチンター。白い T シャツ、上田剛選手ですね。さあこのような形でですね、パークの中いろんなセクションいろんなように、それぞれ。さあスピードつけて、まずはここをかけてミュートグラブのリエントリー。おーっと、面白い。さあここからインティグラブ、ミュートグラブ。おーっと、で戦ってます。おーっと、T シャツ、ウェアもまだ 100% のメイクはできてない。さあ残り時間が40秒というところ。さあ上田もミュートグラブからのリエントリー。平らな方にポイント。さあその隙に上田もおっとかかってる。ホット歓声がないとやらない男、上田も。さあいきますよ。さあ見てくれ、男の意地。さあロールイン、上田も。おっと頭いってるし、エジー戦 OB としてのメッツ。さあ一気に背負ってのロールイン、コネクト。日本の全国的にですね、航空のスケート。さあ今度はどうか、小鈴山との手取り。おっと、高い位置ということです。さあテール上がった、小鈴山と。これは綺麗。反対側のオーバーアンドの面白いところが持ちで、米坂淳之介スピードをつけて向かっていく。まずはロックウォーク。さあロックウォークから反対側、そしたらおっと、これは綺麗に返した。さあ続いて入る米坂淳之介選手、フロントサイド宮田村ステーキプランター。さあそこからね、テールを蹴って垂直の壁に着地するわけですからね。おっと、スピードのつけ方、あの高い壁に届くスピード。米坂淳之介スピードをつけて、オーリンからのスピードやろ。あっぱれ、あっぱれ。選手によってはね、最初から全力疾走の選手もいます。そしてですね、徐々に様子を見ながら狙ってくる選手もいますから、まずはこの選手ですね。これはちょっと、それぞれの、またね、時間なくたらピッチリ切られちゃうからね。おっと、いいじゃないですか、ノースボーン、インティグラブ、スピードつけて向かっていく。ハンドのセクションはトランスファー、トゥーピール。これもいっていきますよ。残り時間は1分。さあ、残り時間は1分です。さあ、残り時間がだいぶ減ってきました。熊本トーマ選手、インティ、乗ってるよ、乗ってる乗ってる。さあ久保田選手、合間を抜いて入ってきた西川誠、これは綺麗に飛び出して、さあ反対側、これも綺麗、フットプラント。さあがっちりと乗り込んでおります、黄色い T シャツ、西川誠選手。さあオーバーハンドのマックサンドスミス、これも綺麗にメイクです。さあなんとですね、あの壁の頂上まで、届いた上にトリックをかけてくる黄色い T シャツ、西川誠選手のフットプラント。さあ入ってきた黄色い T シャツ、これは綺麗なフロントスミス、標準がだんだんと整ってまいりました。さあ AJC 王子黙ってランゲットシールをかけてきました西川誠選手。さあスピードつけて、今度はどうだ、ウォールから反対側のバックサイドツーテー、西川誠選手優勝、おめでとうございます。しかし第2位の選手はね、2点差なんですよ。6ポイント熊本統合選手第2位、おめでとう。さあこういう結果で、プレゼンテーターの亀岡ジャッジから目録およびメダルを受け取っていただきまして、ちょっとしばし写真撮影をさせていただきたいと思います。もちろんね、3位の淳之介、優勝選手の皆さんも合わせて、写真撮影がございますので、ちょっとお時間いただきまして。